皆さんこんにちは。今回は覚醒オーダー引くべきみたいな動画をやっていこうかと思うんですけど、みんなさ、この福袋のさ、星4の確率めっちゃ高いからかさ、やっぱめっちゃ興味あって、なんかコメントして来られる方多かったと思うんですけど、いやー、この覚醒オーダーね、始めたての人にね、なんか人気ない気がしますね。なんか重課金者向けっぽいイメージがありますよね。でも本当にそうなのって思う人もいるかもしれないんで、今回は覚醒オーダーについてね、いろいろ考えてきたんで、見てもらえたら嬉しいです。まあ、これを考える動機として、まあ、もう一つあったんですけど、まあ、始めたての人が覚醒オーダー一周で神引きしたのをね、見たっていうのがあって、まあ、なんかあれですね、忍者サチとか、楽園とか一周で来ちゃったみたいな、結婚記念日オーダーのその覚醒のキリトのさ、コンビネーションバフつくの、片手直径の覚醒スキルとか、おやつ休憩シリカだっけ、なんかハッピークールダウンアスナとか、なんかいっぱい来たみたいな人がいたんで、まあ、ちょっとね、心動かされたっていうのが、まあ、ちょっと、少しありました。先に結論なんですが、あくまで俺の意見なんですけど、俺は覚醒オーダーか、まあ、福袋どっちかで悩むくらいだったら、まあ福袋引く方がいいんじゃないかみたいな、俺の意見なんですけど、まあ、人によって意見変わるかもしんないんで、まあ、その始めたての人からしたら違うかもしんないし、まあ、多分ね、この動画の最後の方で言うんですけど、まあ、俺は福袋の方がいいんじゃないかみたいな、まあ、特にこの白の方ですね、なんですけど、まあ、これはね、最後の方で、この動画の最後の方でちょっと言います。やっぱ覚醒パワーライズ3がない人はの話ですね。まあ、覚醒パワーライズ3ね、この迅春オーダーっていうのもにも入ってるんですよ。これのあれシリカですね。まあ、ちょっとね、リズベット1枚っていうこのキャラ指定ですね、これがまあ、リズベットの覚醒スキルとかアビリティとかね、持ってない人はちょっときついかもしんないけど、まあ、確実性っていうか、まあ、確実っていうのはないんだけど、まあ、ステップ5でかなり当たりやすいんですよね。ステップ5まで行くと新星4が1枚確定なんで、まあ、この看板スキル4枚のうちどれかが出るって話で、かなり狙いやすい、てか一番狙いやすいのがこのステップ5式なんで、まあ、確実っていうのはないんですよ、ガチャだから。まあ、運ゲーなんでこれは、まあ、あくまでね、確率がまあ、比較的高いよっていう話なんで。でね、パワーライズ4が欲しい人は、このアニマルオーダーですね。これで、この勇気ですね。これを狙っていく感じだと思うんですけど、まあ、これはね、ちょっと提供割合が低いんで、吸収しても出なかった。8周吸収とかしても出なかったっていう人がいるんで、まあ、6.25% だっけ？そうそうそう。1枚 6.25% なんで、まあ出ない人はいるので、出ない人はいる。まあだからね、ほんと始めたてで星音が全然ない人向けですね。で、始めたばっかの人はこの覚醒スキル。まあこれ星音が覚醒しか入ってないやつなんですよ。この覚醒ステップアップオーダーって。始めたばっかの人はその覚醒スキルが1枚でも多くあった方がいいみたいな話なんで、まあ福袋とどっちか引くのがいいんじゃないかなっていうね、そういうパターンもあるんで、あと陰陽オーダーとかね、この動画撮った日に来たんですけど、まあこれは、ステップ3までしかないんで、で、新星を1枚確定じゃないし、まあパワーライスもないと。で、まあなんか始めたての人からすると、ちょっと、これ使って強くなれんのかなみたいに思う人もいるかもしんないんですが、まあでも、どうなんだろうね。この弓がすごく強そうなんですけど、俺はね、タンクやるからこの麻痺耐性がね、欲しくてね、引きたいけど、ステップ3なのがすごくね、きついんで、始めたての人はね、これ爆死しやすいんで、一番このステップ3まで。あ、一番ではないけど、まあ、かなりね、爆死しやすい方なんで、これは、始めたての人には、今のところはお勧めしないけど、もしかしたら後でこの弓のやつが強いかもしんない。俺は検証してないんで、わかんないんですけど。まあ、まずね、やっぱ、覚醒オーダーについて喋る動画なんで、そっちちょっと触れていこうかと思うんですけど、
まずね、覚醒オーダーのステップ3の確定枠の種類数ですね、計算したところ174枚でした。まあ、計算っていうか数えたんですけど、でですね、火力に有効なスキルというか火力組で使いやすいそうな使いやすそうなスキル、ちょっとね調べたんですよ。まあ、俺のこのサイト見てる人ならもしかしたらわかるかもしれないんですけどね、ここのね、あの右のね最近の投稿ってやつで、まあ、スマホだとこれはあのなんか右のなんか横3本線のボタンとか押さないと出ないのかな、わかんないけど、まあ、この最近の投稿のところね、あの覚醒ステップアップオーダーのスキルが当たりかどうか勝手に判定してみたっていう記事があるんですよ。でね、これはね、丸か二重丸、まあ、たまに三角とかあるけど、まあ、バツは基本的にはないんですよね、覚醒スキルだから。まあ、覚醒である時点で、まあ、外れではないんで。まあ、これね、二重丸とか丸をつけてったんですね。まあ、詳しくはね、この記事をね、動画説明欄にリンク貼っておくんで、まあ、よかったら見てもらえればと思うんですけど、まあ、これで、まあ、俺が勝手に、もう主観的で、主観的に判定してみたやつなんですけど、多分始めたての人こういうの喜ぶと思うんで、もう俺のもう独断というか、もう勝手にもう主観でもう勝手に決めたやつ、うん、俺的に当たりだってやつね、まあ、これで当たりだと思ったやつが20054の普通の丸88、まあ、大当たり、俺的に大当たりなのが54なんですけど、まあ外れではないかなみたいな、まあ当たり寄りかなっていうのもこの88枚に入っていて、で54プラス88で142枚、なんか俺的には外れではないかな、まあ外れではないかなってやつと当たりかなってやつで、この54枚ですね、確定枠のうちどれくらいの割合あるのかみたいな、まあ、先ほど言ったこの174枚の確定枠のうち54枚があの20丸、あの本当に大当たりだなって思ってるやつで、まあ、俺が個人的にね、でこれが約 31% でした。まあだからそうだな、確定枠あのステップ3まで引いて確定枠引くじゃないですか、でそこで来る覚醒スキルのうち 31% がまあ大当たりかなみたいな、うーん、でも10回引いたら3回本当に大当たりが来るみたいな感じですけど、まあちょっと前にね、福袋オーダー紅白どっち引くのがいいかっていう動画で、まあ、20丸は約 27% だったんで、まあ、31%、まあ、そんな変わんないっていう感じがするんで、まあ、覚醒オーダーの方が、まあ、やや優勢っていう感じがするんですけど、まあ、福袋の方が当たる星4の数が多いんで、まあ、そう考えると、まあ、福袋いいのかなとも思うんですけど、まあ、どっこいどっこい、どうなんだろうね。覚醒オーダーは、まあ、確定枠以外で星音が出ることって、あまりなかったりするんですけど、まあ、出るときは出るんで、で、その出たときに全部覚醒スキルなんですよね、出るスキルが全部。だから覚醒、うまくいったら、覚醒スキルいっぱい手に入ると。で、白の20丸は約 30% だったんですけど、まあ、31% の、この覚醒オーダーとはそんな変わんないですね。いいスキルの割合なんですけど、ただ単に、その、引く確率じゃないですよ。いいスキルの割合ですからね、これ。で、先ほど計算した、この、丸と二重丸の合計142枚ですね。で、この142枚が174枚、この確定枠の全種類のうち何枚あって、で、これが何パーセントかっていうのが、まあ、計算したのが、まあ、これ、142枚が 81.6% だったんですけど、まあでも、覚醒オーダーの中でも、ちょっと効果がすげえ微妙だな、みたいな。いや、さすがにこれ、もっといい覚醒の、なんか、例えばパワーライズとかあったら、なんか同じ効果の、例えば、なんかダークコンバージョンとか同じ効果のあったら、これ、まあ、いらねえかな、みたいな、始めたての人はね。まあそういうのも含めて丸なんですけど、まあ大体 81.6% と。まあ確定枠までいけば、まあ8割型、なんか本当にもうよっぽどゴミみたいなのはないし、ゴミみたいなスキルだと思っても一応覚醒ではあるんで、同じセット内にね入れて、例えばキリとジンマ一体キリと、
まあ、こういうのが出てもさ、例えばさ、このさ、覚醒効果が激面でさ、回避率、これ覚醒効果、最大までさ、覚醒レベル上げても、これ回避率上昇じゃねえかよ、みたいな。4% しか上がんねえじゃんかよ、みたいなところあるし、まあ、これキリトのスキルが多いほど発動するっていうけど、そのキリトそんな入れない場合も結構あるし、入れたところでまあ回復とか、HP 上昇とか、ね、キリト6枚も入れねえよみたいなさ、まあ、こういうスキルもあるわけなんですけど、これは結構ね、始めたての人からすると、まあ、かなり使いづらいんじゃないかって思うんですけど、まあ、これね、一応キリト2枚入れると、まあ、最大 HP の 1% 回復ってあるんで、3秒ごとに。まあ、これが一応なんか、まあ、タンクで使えなくもないかなっていう感じなんですけど、これキリトのスキルなんで、例えばタンクでめちゃくちゃ使えるって言われてるコマンドナイト、ディアベル、これキリトを同じセット内に入れてるとデメリット効果が発動して、パーティーのダメージ、自然属性ダメージが 80% も低下してしまうデバフが全員ついてしまうんですよ、パーティーメンバー全員に。これ強烈なんで、キリトを同じセット内に、まあ、入れたくないみたいな。まあ、これ持ってればですけど、これマジで今多分入手困難なんじゃないかな。映画オーダーで出たんです。多分、星なき夜のアリアだっけ？まあ、その時のやつですね。この多分このイラスト、イルファングザ・コボルドロード、戦ってる時の絵だと思うんで。まあ、これね、あると、あまり使わないかなみたいなところもあるんで、まあ、持ってたらなんですけどね。まあ、これまあ、いろんな意味でね、ちょっとね、微妙感があるけど、まあ、キリト入れていいって言うんだったらね、例えばこういうね、招福開運キリトとか、まあ、これね、残攻撃弱化4デバフっていうのがあって、まあ、85層フロアボスね、突属性が弱点なんですけど、突属性が弱点の敵は残属性の敵なんで、まあ、これが、まあ、使えることは使えると、片手込んでね。ちなみに、このソードスキルの技名、コンカッションブロー。このブロー系は、あれですね、楽園の両手にビミリズベットってやつ。まあ、それと同じで、まあ、結構早いんですよね、モーションが。まあ、だから結構使いやすいっていうのはあるけど、まあ、コマンドナイト、ディアベルあると結構使いにくいっていうか、相性悪いんで。まあ、そういうものはね、三角にした気がするんですけど、そのさっき言ったジンマ一体キリト。なんですけどね、そういうの考慮しても 81.6% で、まあ、紅白福袋それぞれ丸以上は約ね、60% ほどだったんで、まあ、丸以上こっち覚醒オーダー 81.6% なんで、もう覚醒ってある時点でね、外れではないから、どうなんだろうね。重課金とか、めちゃくちゃスキル揃ってる人、700枚、800枚とか、多分今、スキルレコード1000枚超えてんのかな？ 1000 枚近くあった気がするんですけど、全種類で。700、800枚ぐらいある人は、あんまり福袋を引かない方がいいですね。ほとんど被ったりするんで、まあそういう人は、覚醒ピンポイントに欲しいみたいな、まあピンポイント狙いは難しいんですけど、よほどの重課金じゃないと難しいんですけど、まあ覚醒オーダーが、どっちかっていうとそういう人はいいのかなと思いますね、福袋より。星音の数じゃなくて質みたいなのを求めてる人たちですね。で、一応ね、タンクにいいスキルみたいなのも、丸と二重丸つけてみたんですけど、まあ、二重丸13枚と丸が15枚。で、合わせて28枚。で、タンクにめちゃくちゃいい、タンクとしては大当たりスキルが約 7.4% 入ってて、で、丸二重丸どっちも合わせた、まあ、タンクで使えるかなみたいなスキル。これが全体の 16% でした。確定枠の星4のうちの。まあ、タンク用として引くんだったらちょっと、微妙かなって感じですけど、まあ、正直タンク用で引くんだったらね、この陰陽オーダー、これ陰陽でいいんだよね、読み方。陰陽の読み方で不安になる人。まあ、これがステップ3になると、まあ、4枚 8.125% なんで、12、3回に1回くらいか。確定枠12、3回。いやでもな、確定枠以外の確率は星音が確か 4% なんで、これでも来るかどうかって話になるんですけど、まあ、確定枠でない場合の確率がこちらね、0.325% なんで、これで出るかどうかなんですけど、
この陰陽オーダーね、これ五兵再利、突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇ってやつと、先制維持、こっちですね、この先制維持ってやつがかなりタンクで使いやすい効果で、3秒ごとに 5% も回復するんですよ。で、3秒ごとに 5% ってことは30秒で 50%、 つまり半分回復してしまうんですね。で、まあ、HP50% 以下の時に限られるんですけど、この回復量がえぐいと、まあ、それで耐久力が増すっていう感じで、で、さらにね、こちらね、さっき言ったね、この麻痺耐性、まあ、ギルランでも麻痺とかやってくるやついたら、まあ、タンクでね、使いやすいっていうのはあるんですけど、まあ、ギルランでタンクやるんだとしたらですよ、まあ、やらないギルドがかなり多いと思うんですけど、まあ、耐えられるのみたいな、まあ、不安になると思うんですよね。あまりにその、なんて言うんだろうな、耐久力が、に不安がある人多分できないと思うんですけど。こちらね、麻痺耐性、まあ、とにかく今後ね、何かしらで使うと思うし、まあ、今でもね、どっかで使うんじゃないかな、わかんないけど。麻痺と、アイテム使用負荷が同時に来るとマジできついんで、まあ、とにかくね、覚醒オーダーのタンクに有効な、タンクで使いやすそうなスキルはあんまり入ってないっていう印象でしたね。まあ、16%、まあ、当たらないことはないみたいな。でも、覚醒っていうより、まあ、覚醒じゃないスキルで結構、タンクに使いやすいスキルが多いっていうイメージがあるので、なんとなくね、俺のイメージですけど。で、次ね、バッファーデバッファー状態異常。まあ、ここら辺は、あ、そうですね、まあ、タンクで使えるって、スキルってこれ書いたんですけど、正直まあこのバッファーデバッファーのスキルもねタンクで使えるんで、まあここね数字が結構少なく見えるんですけど、 16% とか、まあこっちも合わせると結構ね割合が高いんじゃないか。あ、でも状態異常、敵を状態異常にするスキルとかも合わせたのか。これそうですね、状態異常付与とかも合わせて数えたやつなんで、まあ、これがね、20〇20の〇36で合計56枚で、20〇が 11.4% で、丸と20〇合わせたやつが 32.17%。まあ、これも、まあ、狙うかっていうよりは、まあ、副産物として出たらいいなって感じで、まあ、バッファーでバッファー、まあ、目指してる人はそのために引くっていうのもあるかもしれないけど、あんまりそういう人は、今のところはいないと思うんで、まあ俺はなんかちょっとそういうね、バッファーでバッファーとかタンク寄りのスキル目当てで引こうかと思うようになってたんで、正直本当にね、この俺パワーライズ4持ってないんで、このアニマルオーダー引きたいと思ってたんですよ。で、福袋とかも引きたいと思ってたけど、もしこれがステップ5だったら、ステップ5式のやつだったら俺これ狙って多分引いてた。もうね、火力目指してない。俺火力は、まあ、そんなもう高くないというか、毎回火力組になれないんで、本当にガチギルドとか行くと、もうかなり上位の方行くと、俺よりはるかに強い人も5万といるんで、もう5万人もまあいないと思うけど、まあいっぱいいるんで、もう俺火力組なんて本当に恐れ多いから、もうね、タンクとかバッファーの方に回りたいと思ってるから、もう正直、まあ、そういうね、タンクにいいスキル狙って引こうかって思うくらいなんですよ。例えば、楽園とかさ、デバッファー。まあ、そういうのが欲しくて。まあ、ただこのね、覚醒オーダーは、あんまりそのね、そういう、まあ、タンクバッファー目指すために引くみたいな感じではなさそうなイメージですね。まあ、これタンク合わせて書いてたのか。もうこれ書いてたな。忘れてたな。まあ、これね、20〇合わせたやつが 18.96% の、〇20〇合わせたやつが 48.27%。あ、半分くらい、福袋ではいいスキル率が 60% ほどだったと。覚醒は 80% 以上だが、出る星4の数が、あれこれ。あれこのカンペ何を思ってこれ書いたんだ。あれ自分で書いたカンペっていうか台本がよくわかんなくなってきた。どうしようどうしよう。やばいよ。やばいよ。福袋では、いいスキル率が 60% ほど、ん？これ何と比較してんだろうね。まあ、とにかく福袋はいいスキル率 60% ほどだった気がするらしいから、それとなんで比較して、あ、これ比較じゃなくてあれか。これ違うか、繋がってないやつか。勘違いした自分のカンペで。覚醒はね、80% 以上いいスキルが出るけど、まあ、出る保証の数が少ない。あ、これただ単に覚醒オーダーと福袋の比較だったね。ここ繋がってるってちょっと勘違いして、ちょっと改行しとこう。で、
福袋1回5000ジェムなのに対して覚醒オーダーは1周6250ジェムと、ステップ1ステップ2ステップ3引いて6250ジェム。ちゃんとねこのバナー画像にも書いてありますね、1250ジェム2500ジェム2500ジェムで6250ジェムと一応確認しましたが、まあ、5000ジェムと6250ジェム、まあ、差額考えても1250ジェム、覚醒オーダーの一周の方が多いっていう感じなんですけど、まあ、星4の数が多い方が嬉しい、始めたての人は福袋かなっていう感じですけど、この覚醒ステップアップオーダーですね、で、いいスキル、ちょっとね、ここ、列挙羅列なんていうの上げていったんですけど、まあ、これね、覚醒のパワーライズ3ですね。これが、リラックスタイムアリス、幸せの道しるべアリスとか書いてんですけど、まあ、このリラックスタイムと幸せの道しるべアリスは、確か、同じセット内でアリス3枚以上要求みたいな効果だった気がするんですよ。攻撃力 20% 上昇みたいな。まあ、だからちょっと使いにくいんですけど、まあ、始めたての人が本当にね、覚醒パワーライズ3とか、持ってない場合は、まあ、あった方がいいし。まあ、なんか、まあ、例えば、覚醒のアリスいっぱい、揃ってきて、なんか、このリラックスタイムアリスっていうのがね、水属性ダメージ上昇のやつなんで、カオスアスラ、カオス175のやつに使えることもあるかもしんないんで、まあ、スキル揃ったらの話なんですけど、まあ、これね、やっぱ、1枚でもね、多くね、ないよりはいいんで、スキルは。まあ、一応、覚醒パワーライズ3ということで、これ上げてったんですけど、ま、いろいろ有名スキルありますね。シビルとドラゴシリカ、遊戯シノンとか、試し切り一戦、夜空に咲く、青原キリト、キュートな狼娘、クールジャグリング、まあ、いっぱいありますけど。で、これね、覚醒パワーライズ3を、計算、何枚、何種類入ってるかっていうのを計算したら8枚で、で、この覚醒ステップアップオーダーの確定枠ですね。これステップ3まで行くと、だいたいね、0.575%。一番上の2枚が 0.550% だったんですけど、基本ね、この下まで行くと全部、最後までね、0.575% なんですよ。まあ、だからね、この 0.575%×8 で 4.6% なんですよね。この覚醒パワーライズ3だけで。で、パワーライズ4ですね、覚醒の。それが3枚あった。ユナとユキとサチ。3枚あって、で、その3枚が 1.725%。で、パワーライズ3と4合わせると11枚、11種類なんで、まあ、それが全部で 6.325%。で、刻印、小刻印、市長印は違うな、落印とか、八方崩しとか、まあ、いろいろね、合わせてみて、まあ、この鋼鉄の一撃リズベットとか、まあ、そこら辺小刻印なんで合わせてないんですけど、こうね、探検刻印と、悠久の花ユナと、この楽印のリズベット、これが4枚で、で、この八方崩しさんっていう、ブレイクでかなり使えるこのアビリティがね、3種類入ってたんで、で、それを合計すると、18枚だったんですけど、それでね、全体の 10.35% だったみたいですね、確定枠のうち。で、ブレイクしやすいソードスキルとか弓で、影打ち、カジバ弓とか、まあ、この、あずきシノンはバフ効果中の敵にですけど、まあ、使えるっていうのはね、ちょっと前の動画でやったと思うんですけど、まあ、ここら辺ね、戦線維持とかいろいろあって、あれ、ここら辺は計算してないのか、この下は。まあ、とにかくね、まあ、ここら辺いいんで、まあ、本当に当たりだなって思うのが、この 10.35% あるんで、まあ、確定枠10回引くうちの1回ぐらいは本当にいいスキル当たる。まあ、ここら辺も本当にいいスキルなんで、まあ、この18枚で 10.35% だから1、この旅路の包む調べ小春、これウエスタン小春より下何枚だろう。1、2、24枚あったんで、まあ、20% 以上あるんですかね。適当な計算ですけど。まあ、いいスキル率ね、覚醒オーダーの確定枠のうちのいいスキルの割合ですね。本当にいいスキル。マジで欲しいみたいな。まあ、それが全体の 20% くらい。5回に1回くらいみたいな。
で次白の福袋も見てみたんですよね。あのなんで白の福袋見たかっていうと、確定枠の種類数が132枚だったんですよ。でさっき覚醒オーダーの確定枠174枚って言ったと思うんですけど、白の福袋のが実は圧倒的に確定枠の種類数が少なくて、圧倒的っていうか、まあそうだよね、まあ、結構少ないんで、で基本的に確定枠1枚あの 0.750% なんですよね。この白の福袋オーダーのこれかなり下の方行くと分かるのかな、あそうだね、やっぱ 0.750% ってなってるんで、確定枠排出キャラ一覧のうちの1枚ですね。で、覚醒のパワーライズ3が4枚あって、不沈の障壁、ヒースクリフ、試し切り、クールジャグリング、青バラキリト、あと非覚醒パワーラ3のうちはブレイブソングキリトっていうのが、まああのこのクールジャグリング、エギルとかそうなんですけど、あの非属性ダメージが上昇する効果の覚醒パワーラ3なんですけど、それがねフレームコンバージョンっていう効果なんですが、まあ、こっちはなんか違う非属性ダメージ上昇の効果なんで、あこれ火じゃなかった、ウィンドか風属性だったわ、間違えました、これウィンドブーストってやつですね。まあ、とにかくこれウィンドコンバージョンっていう効果があったら、このウィンドブーストね、あの一緒に装備しても使えるんですが、まあ、パワーライズ3は被るんで、まあ、片方発動しないとしてもね、あの同じセット内にサチとか入れるとね、これ結構強いんですよね、覚醒ではないけど、あのダメージ上昇がね 40% あるんで、この風属性ダメージが、まあ、貫突したらですけど、ただこの暗黒神の威厳ベクターはね、あのあまりもう、もうほんとかなり微妙な方なんで、あの覚醒でないパワーライズの中でもね、まあ、モブ狩りで使えないこともないけど、まあ、別になくてもできるみたいな、まあ、今の環境47層と50層でモブ狩り、まあ、ほとんどの人もなんて誰でもとまでは言わないけど、ほとんどの人はね、あの敵が弱くてできると思うんで、レベリングとかモブ狩り、まあ、うん、楽したいならいいけど、もうそこまで欲しいものではないと。で、まあ、五兵再利、突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇のこの運搬クラインも入ってて、で、覚醒パワーラさんとさっき言ったブレイブソングキリトと、力強い運搬クライン、まあこれアニマルオーダーにも入ってるんですよ、この運搬クラインっていうの。まあこれ合わせると6枚なんですが、まあ 4.5% と。で、ここでちょっと、まあ、見ておくんですけど、この白の福袋オーダーの確定枠が一つ 0.750% だったんですよ。まあ、それに対して、この覚醒オーダーの確定枠一つは 0.575% で、まあ、これがね、ちょっと違うのかなって思いましたね。まあ、ここで何か、あの、かなり大きな差が生まれるのかなって、ここら辺ね、あの、まあ、メモってた時に思ってたんですけど、で、まあ、ちょっと下行くと、八方崩し3が2枚入ってて、鉄鍋キリトとスカルクラッシュエギルってやつですね、まあ、ここら辺も入ってて、で、まあ、このねパワーライズ3と五兵砕と八方崩し合わせると8枚あって、まあ、これが 6% でした全体ので、まあブレイクしやすいスキル、未来への軌道キリトとか反抗の決意キリト、まあ、これがね反抗の決意キリトはブレイクゲージ増加量が多いっていう効果はないんですが、まあ、残性のバーストスキルで、でバーストで打った時にあのブレイク削れるんですよ、いっぱい削れる量が高いんで、まあ、これ合わせると、まあ、全部で10枚なんで 7.5% で、直剣モッドが全部で7種類入ってて、白の福袋オーダーにはで、これも合わせると全部で17枚なんで 12.75% なんですよね、ここまでで。で、オノモッド、ここら辺はね、めっちゃ強いっていうか、まあ、カオスアスラに使えるんですよね、ダーミズのオノモッドが。で、力のくぐつしクライン、まあ、これが惰性で、まあ、それらも合わせると全部で20枚で、まあ、全体の 15% と。で、オノモッド素材とかも合わせて全部で23枚で 17.25% ね。ここまでで 17.25% ですよ。本当に欲しいスキルとかをね、全部合計してここら辺で。まあ、他にもね、いいスキルいっぱいあって。まあ、あの、歴戦っていうね、攻撃力がめっちゃ上がるんですけど、まあ、その代わりね、覚醒ではないんですが、まあ、例えば、あの、片手再建使う場合とかも入れたり、まあ、他にね、その、あの、覚醒じゃなくても1枚入れたいみたいな場面がね、あることもあるんで、まあ、こういうのもね、結構いろいろ候補に入れて、あの、まあ、あとは、鉄板級の商売魂いける、まあ、すごいね、あの、打属性が弱点の敵以外かな、
に使うとやばいですけど、まあ、確かパーティーに迷惑かかるんだっけな。まあ、このね、焼きそばエギルとか言われてるこの鉄板級のなんとかエギルってやつは、まあ、これ、あの、突属性からの非ダメージが 80% 軽減のバフとか、残属性からの非ダメージが軽減するとかっていうのは、これ敵が食らうダメージが軽減されちゃうやつなんで、まあ、これその代わりね、5秒間ね、攻撃力がアホほどっていうか 45%、まあ、最大で上がるやつね、バフがつくんですけど、まあ、これあの、パーティーにも迷惑がかかっちゃうやつなんで、まあ、打属性が弱点の敵にだけね、使えるんですけど、その代わりめっちゃ強いんで、まあ、これもね、入ってきて、で、雪下の洞窟クラインっていう、まあ、このクラインもね、戦線維持4で、まあ、タンクに使えるっていう感じで、まあ、ここら辺いろいろね、上げてったんですけど、まあ、ここで上げたその他は19種ですね。まあ、その他使えるスキル、ここ、その他って書いてあって、まあ、ここ、19枚ぐらい上げたんですけど。まあ、この風林火山のクラインは、あの、パーティー全員回復しちゃうんで、あの、85層とか、あの、火事場読み使う人が来るときに使っちゃダメなんですけど、まあ、あの、例えば91層とか、あの、斧使う場合とかはね、回復した方がいい場面とかもあったりするんで、まあ、そういうときに使えるんで、まあ、そういうのも含めて、23+19。まあ、ハレス型ユージオとか、まあ、多分分かんない人はわけわかんないと思うんですけど、42枚。で、0.750% が42枚と、まあ、最初ね、0.75% みたいなこと言ったんですけど、まあ、かなり下の方行くと 0.800% のもあって、まあ、そのほんのわずか分ね、差額っていうか差の数値が 0.05×2 だったんで、まあ、一応ほんの申し訳程度にこれ、足して 31.6% で、白の当たり割合がね、31.6% あったと、この計算したらね、まあ、さっき 31% みたいな、なんか 30% くらいか、言ったけど、まあ、もう一回ね、ちょっと見てみたらこれくらいだったって感じなんですが、まあ、一応ね、このどこまでで何パーセントかっていうのを見てみたんで、まあ、自分はこのラインまで欲しいな、みたいな、まあ、そういう感じで、その、まあ、段階的にね、そのパーセンテージ書いてったんで、なんか人によって違うかなみたいな、まあ、一応ここまでで何パーセントですよみたいな、一応書いただけなんですけど、覚醒の確定枠の20丸が 31% で、まあ、さっきも言ったんですけど、白の、割合、当たり割合が 31.6%、まあ、同じような感じで、まあ、ここまで計算してもね。で、まあ、覚醒オーダーは当然覚醒スキルしか入ってないんで、直剣モッドはね、0枚です。モッドスキルが入ってるわけないんで、それに対して白の福袋の直剣モッドは7枚あって、まあ、この直剣モッドが 5.25% あるんですよね、確定枠のうち。で、まあ、福袋はね、確定枠以外でも星運がね、いっぱい出る可能性があって、まあ、あくまで確定枠の割合の話なんで、星運がね、いっぱい出るとね、もう他にもね、いいスキルいっぱい出たりもするし、もういいスキル率だけの話ではない気はしますが、まあ一応ね、なんか確定枠でどれくらいいいスキル入ってんのみたいな、そういう質のね、問題についてね、ちょっと喋ってきたんですけど、まあ福袋はね、星音がいっぱい出るんで、副産物が出ることが多そうな気はしますけどね。で、福袋の方なんですけど、確定枠以外も星音がね、1枚から2枚ほど出そうだなーって思えるんですよ。まあ、それなんでかっていうと、まあ、この前ね、福袋についてね、これ引くべきかみたいな、まあ、どれくらいの割合で出るのかみたいな、ちゃんと確率とか計算した動画を前にやったんですけど、確定枠以外の星音が1枚出るのが何パーセントだっけ、なんか 70% だか、70何パーくらいだっけな。で、確定枠以外で星運が2枚出る確率が確か 50% くらいだったっけ。2枚以上か。1枚以上、2枚以上の確率。まあ、大体それくらいだった気がするから、まあ、確定枠以外で、1枚星運が出るかなーくらいなんとなく思うじゃないですか。まあ、その可能性が高いっていうんで、まあ、かなり仮定の話になってしまうんですけど、星音が3枚出ると仮定するじゃないですか。確定枠以外で星音が1枚出ると。そうすると確定枠2枚あるんで、まあ、3枚出た時に、直剣モッド7枚だと、まあ、7枚のうち、まあ、全部で132種類あるじゃないですか。白の福袋だって。で、これ計算すると 5.3% で、で、だからその、星音が3枚出た時に、
その中で直径もっと1万以上出る確率、計算してみたんですよ、ガチャ確率計算機で。まあ、あくまで星4が3枚出た時の仮定の話なんで、3枚出ないこともあるんですよ。確定枠2枚だけとか。まあ、そういうパターンもあるんですけど、まあ、直径もっと1枚以上出る確率は 15.07% と。で、これが、5000ジェム使って11例引いた時ですね。で、さらに5000ジェム使って、合計1万ジェム使って2周目、2周目つか2回目引いて、まあ、その時もまた3枚出たと確定すると、1回2回って、この11例2回引く間に、直径元がね、1枚以上出る確率が 27.87%。まあ、これちょっと計算合ってるのかなって、ちょっとね、不安になったんですけど、これほんとね、あくまで仮定の話なんで、実際この数値よりもっと低いですよ。だって確定枠で星4が1枚出るのが、だいたい70何パーとかだった気がするんで、もうなんかいちいち確認するのめんどくさいからもうそれくらいあって言っちゃうんですけど、まあそうじゃないことさえあるんで、まあ逆に言えばっていうか、確定枠以外で星4が2枚とか3枚出ることもあるんで、まあ、その場合はね、もうちょっとね、上がるっていうか、うん、出やすいのかなって思うんですけど。で、白の福袋の覚醒スキルは全部で41種類でした。これもね、白の福袋オーダーの覚醒スキル割合って言って、覚醒スキルかどうか、覚醒のやつに丸つけてったんですよ。これね、地味な作業をね、実はしていて。で、これ全部で41枚だったんですけど、41÷132 で、31% でした、全体の。この132枚のうちに。31% が覚醒スキルなんで、で星4出まくると、その星4出た一個一個、これ3なんていうの、一個一個が31% なんですよ、覚醒スキル。で星4が3回出たとすると、まあ、ガチャ確率計算機で計算して、この 31% のガチャ3回だけ回した時に、覚醒スキルが1枚以上出る確率が 67.15%、 2枚以上当たる確率が 22.87% だったんで、まあ、仮にですけど、この確定枠以外で1枚星4が当たった時に、覚醒スキルが1枚以上当たる確率が 67.15% だったんで、まあ、結構当たりやすいんじゃないかなと思ってます。個人的に。まあ、あくまで本当仮定の話だからね。まあ、実際もう、うん、まあ、ちょっと、あまりくどいからこれ以上言わないけど。まあ、ちょっとね、計算間違ってたら教えてもらえるとありがたいんですけど、まあ、覚醒オーダー引いてもね、星4が確定枠しか来ないことザラにあって、まあ、今はね、このね、福袋で覚醒スキル、白の福袋で覚醒スキル当たるかっていうのを見てったんですけど、覚醒ステップアップオーダーの方引いても、星4がもう確定枠しか来ないっていう、結構、ちょっと前、ガチャ動画、ガチャ引いた動画やって、でちょっと爆死したみたいなの結構あったんですけど、やっぱ確定枠以外星を1枚も来ないっていうの結構あったんで、で 4% をね11連して星4が1枚以上出る確率、これ 4% っていうのはこの確定枠以外で星4が 4% 出るっていう意味ですね。まあ、これが、まあ、11連した時に 36.18% だったんで、まあ、確定枠以外だと、この 36.1% の確率で、まあ、1枚出るかな、みたいな。確定枠ない、ステップですね。そのステップ1って確定枠ないから、11連分全部この確率で適用なんで、まあ、36.18% で、ステップ2まで引くと、これ22連なんで、その中で星4が1枚出る確率が 59.27% と。で、ステップ3まで回すと、ステップ3の確定枠1枠以外が10連じゃないですか。11連のうち10連が、確定枠じゃなくて全部 4% なんで、この32連ですね。32回のうち、まあ、星4が1枚以上当たる確率が 72.92% なんで、まあ、なんとなく確定枠以外で星4が1枚来そうかな、みたいな。で、まあ、なんか福袋って5000ジェムで星4が2枚確定じゃないですか。一応確定保証があって。で、まあ、覚醒オーダーの方は保証はないけど、まあ、確定枠1枚ともう1枚、なんとなく来そうな気がするから、6250ジェムで。まあ、なんかちょっと確率的には覚醒オーダーの方がちょっと低いんですけど、まあ、なんとなくもう1枚来そうだな、みたいな感覚ですね。まあ、福袋引いても覚醒が1枚も出ないことがあるかもしれないんですけど、まあ、覚醒オーダーは、ステップ3まで行ったら、確定枠でね、覚醒が1枚保証されてるんで、
まあ、確実に覚醒スキルが欲しいっていう時は覚醒オーダーかなーって思いますね。で出る星音の多さだと福袋で、他にも星音が欲しいなら福袋、まあ、俺はなんとなく福袋で覚醒スキルも出ればいいかなくらいには思ってるんですけど、であわよくばさ、その福袋ってなんかめっちゃフィーバーした時って11連のうち9枚とかもう何枚もね星音がね来ることってたまにあるんで、まあ、そういう夢があるんで、まあ、そういう点で俺福袋のが、まあ、個人的に好きかなって感じがするんですけど、まあ、俺はどうなんだろう、引くかわかんないけど動画のネタとして引くことはあるかな。でね、一応コウの福袋の覚醒スキルもね調べてみたんですけど、コウの福袋ねちょっとね種類数がねクソ多くてマジで大変だったんですけど、まあ覚醒かどうか判定ねこれ丸で記していったんですが、案外ねスッカスカで、これがね150種類だったんですよ。でコウの確定枠合計689種類だったんですよね。コウの福袋オーダー、白じゃない方ね、赤の方ね。でこの赤の福袋オーダーね、689枚確定枠あるうちのこの150枚が覚醒スキルなんで、これ計算してみたら 22% しかなかったんですよ。で白の福袋の方は 30% ぐらいあったと思うんですよね、覚醒スキルが。ほらここ書いたと思うんですけど、白の福袋の確定枠のうちこの 31% が覚醒スキルなんで、こっちのね甲の福袋 22% だから、まあ、覚醒スキルの割合的には白の福袋の方がね高いんで、まあ、これがこの動画のね冒頭で言ったそのパワーラサムを持ってない始めたての人には甲より白の方がいいって赤より白の方がいいって言ったんですけど、これがそういう意味ですね。覚醒スキルなんか比較的欲しいなみたいな、そういう人は白の福袋の方がおすすめですね。まあ、カンペはここで終わってるな、うん、大体ね言いたいことはここら辺なんですけど、ちょっとこれ以上ね解析すると労力的にやばいんで、まあ、なんかね最近ちょっとガチャの解析、こういうねいいスキル率とかなんか仕分けみたいなのね、なんか空き時間っていうか、なんか待ってる時間ポチ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 なんかスマホでカキカキメモったりね、あこれ思いついたみたいなそういう癖がちょっとついてきてるせいで、なんとなくこう作業しちゃったんですけど、まあやりたいからやったって感じなんで、別に要望とか来てるからやったってわけじゃなくて、今回はねまあその義務感の違いというか、まあそういうのはあったんですけど、まあそういう点でね福袋は覚醒が欲しいんだったら赤より白の方がいいかなみたいな、そういう感じは思いました。そういうこと思いました。だから結論で言うと、やっぱね覚醒ステップアップオーダーより福袋のがなんかおすすめですね。で覚醒が1枚でも多く欲しい場合は福袋どっちかっていうと白の方がいいけど、でもパワーライズ4入っている、まあ、コウの福袋もまあ欲しいなと思うんですが、正直パワーライズ4狙うんだったらアニマルオーダーがあるじゃんっていう話なんで、まあ、星音が1枚でも多く欲しいっていうんだったら、まあなんか総合的に見て白の福袋かなみたいな。始めたての人が福袋引きたいっていう場合は白がおすすめですね。で、まあ、福袋じゃなくてパワーライズ4狙いたいなっていう方人はこっちですけども、これでもね爆死することはあるんで、まあ、爆死っていうか、まあ、パワーライズ4以外にもいいスキルいっぱい入ってるんで、まあ、爆死ってほどではないと思うんですけど、まあ、9回引いても出ないとまで行くとねやばいんで。で最後にねこの、まあ、出てるオーダーのおすすめ順ですね言っていくと、まずパワーライズ3持ってない人はこのゲーシュンオーダー一番優先的に引きたいですね。で引くんだったらこのステップ5まで引く、ステップ5まで引かないとおすすめしないです。これ新星を1枚で提供割合 25% になるんで、ステップ5まで行くとで 25% になればこの4枚のうちの1枚が当たると。でこの正月シリカを引くことが一番いいですね。でこれが一番おすすめのオーダーですね、覚醒のパワーラ3がない場合で。やっぱり2番目はこのアニマルオーダー、2番目っていうかこっち1番かな、でもこっちはやっぱこっち1番かな、すいません、こっち1番にしますね。これパワーライズ4がやっぱ今の環境一番強いと言っても過言ではないかもしれない、過言ではないな、
パワーライズ3は結構当たりやすいオーダーとか来るんですけど、パワーライズ4が当たるオーダーがなかなか、ね、当たるっていうか狙いやすいオーダーがなかなか来なくて、で現環境直剣モッドより他の、片手直剣以外の武器の方が強いんですよね。まあ、そう考えると、まあ、このオーダーが一番おすすめかな。他にもいいスキルいっぱい入ってるし、外れにくいっていうのがあるんで、やっぱこっちですね。すみません、こっち1位で、で、2番目にこれをおすすめしますね。で、3番目は始めたての人は白の福袋オーダーをおすすめします。で、君と一緒ならオーダー終わったんで、まあ、直剣モッドを狙うようなオーダーは今のところないかな。うん、なんか副産物として来たらいいかなって感じで。で、4番目がすごい悩ましいんですけど、覚醒オーダーか甲の福袋なんですが、まあ、ここはもう好みとしか言いようがなくて、覚醒が確実に欲しい場合は覚醒ステップアップオーダーですけど、まあ、甲の福袋もまあいいスキルいっぱい入ってるんで、まあ、正直どっちでもいいんですが、まあ、どっちかというと甲の福袋オーダーの方がおすすめなんで、こっちが4位ですね。まあ、覚醒当たる率低いって言ってもやっぱ星4がいっぱい出て、まあ、覚醒じゃないスキルもね、やっぱ例えばその突属性で攻撃時に攻撃力が800上がるやつとか、打属性で攻撃時に攻撃力が800上がるやつとか、あ、突属性のやつ入ってんだっけ、まあ、多分入ってるよね、わかんないけど、忘れたけど、まあ、こうの方がおすすめだから、4位がこうで、で5位が覚醒ステップアップオーダーで、6位がこれかな、始めたての人はですけど、まあ、ただこれはちょっとね、まあ、結構強い人からすると、まあ、欲しくなるスキルが入ってはいるんですが、まあ、これステップ3式なんで、まあ、これが一番おすすめしにくいですね、始めたての人にはですけど。まあ、以上が引きたいオーダーランキングでした。ご視聴ありがとうございました。あ、引きたいオーダーランキングでしたじゃねえや、覚醒オーダーについてのまあいろいろ考えたことでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。